早速なんですけども、はい、おすすめのメニューなどを出していただいても嬉しいですか。はい、ありがとうございます。じゃあこちらにどうぞ。はい、ありがとうございます。どんなメニューがあるんですか。はい、ランチでよろしいですか。はい、ありがとうございます。本日のメニューは、豚の生姜焼きに小鉢がつきます。体にいいご飯っていうのをこうランチで提供したりとか、地域の皆さんにくつろいでいただけるお店っていうのをやっております。来た、早速いただきます。うん、やっぱりこのメインが小鉢だけでこうご飯が食べられちゃいそうな感じですよね。太田さん、すみません、おかわりいいですか。ということで完食しました。思わずあのご飯をおかわりしてしまいましたけども、カフェタイムはどんな楽しみ方があるんですか。和風のものが多いので、あんみつだったりとか、あんみつとか聞いちゃったらなんか食べてみたいなって。はい、ありがとうございます。今日ないんですか。でもね、せっかくだからぜひ来ていただきたい。あ、そうですか。少々お待ちください。はい、いいんですか。どちらに行くんですか。じゃあお待たせいたしました。あんみつのコーヒーセットになります。あ、美味しそう。